すでにお聞きしております。南十字戦隊の棟梁と稲妻へ向かう約束をしているのですよね。確かにもう随分と日が経ちましたが、まだ私のところに情報は何も入ってきていません。探したぜ。あんたが姉子の尾根だっていう旅人か。そうか、そいつはよかった。艦隊の補給作業がほぼ完了した。あとは人員を確認するだけだ。姉子にあんたを探すよう頼まれてな。あんたが船に乗ればすぐに出発できるみたいだぜ。やっぱり北斗は約束を守るやつだったな。もちろんさ、姉子の義理がたさはこんなもんじゃないぞ。出航したらあんたらも徐々に分かってくるはずさ。もう行かれるのですか。無事に出航できるみたいでよかったです。この先が星であろうと深淵であろうと、次の一歩を踏み出すのはいいことだと思います。ではまたの機会にお会いしましょう。皆さんのご無事を祈っておりますね。そうだな、ほとんど毎日会ってたから名残惜しいぞ。でしたら稲妻につき次第いち早く私を探し出してくださいね。私は鳴神島であなたたちをお待ちしております。やっぱり稲妻にもキャサリンがいるのかよ。じゃあなんでこんな悲しげな雰囲気を醸し出してたんだ。リーウェイにもきちんとお別れをしてきな。船はもう幸運閣に泊まってる。ちゃんと伝えたから俺は先に戻るぞ。おう、知らせに来てくれてありがとな。いいってことよ。じゃあ船でな。楽しみだな。こいつはどうだ。これこいつはどうだ。おとなしくしやがれ。お触り禁止。こいつはどうだ。おとなしくしやがれ。これこいつはどうだ。おとなしくしやがれ。
やっと来たか。かつては嵐でさえ止めることのできなかったこの南十字船隊を港に引き止めてるんだ。私がどれほどあんたたちの顔を立てたか言うまでもないだろう。冗談さ。ちょうどいい時に来たな。出航準備が今終わったところだ。じゃあ人も揃ったことだし、そろそろ雷雨に包まれし永遠の国へ向けて出航だ。出発。やっと来た、リーユへの姉子。待ちくたびれてたところだよ。それと二人の密航者、あー、いや、客人というべきか。あんたたちの将軍様のせいで近頃は稲妻近海の雷雨と暴風が前よりも強くなってやがる。もちろん私の船隊も大いに本領を発揮したが、それでも少し時間がかかっちまった。そうだ、紹介しよう。こいつはトーマ、最近知り合った商売仲間だよ。君たちに会えることをずっと楽しみにしてたよ。トーマ、この二人は。紹介はいらない。異郷の旅人の名声は外界の嵐だろうと防げないからね。とっくに耳に入ってるよ。嬉しいこと言うな、お前。うん、手間が省けたな。トーマはもう長いこと離島で活動している。ここの顔役と言っても過言ではないだろう。何か困ったことがあればこいつを尋ねるといい。だがもしこいつがあんたに不埒を働けば、次稲妻に来た時、私があんたの代わりにこいつを締めてやる。安心してくれ、俺たちなら仲良くやれると思うよ。そろそろ時間だ。私の船にはまだお尋ね者が一人乗ってるからな。長いはできない。カズハのことか。また会おう、旅人。稲妻でどんな荒波に会おうが乗り越えてみせろ。バイバイ、元気でな、北斗船長。それじゃ、まずは審査所で登録手続きを済ませよう。で、稲妻のお偉いさんに会うのか。こっそりって言ったはずだけど。鎖国令をなめないでくれ。
身分を調べることからはどうあがいても逃れられないよ。だからこうして規則を守りながら規則をかいくぐるんだ。こんにちは。身分の証明と島へ上陸する目的を教えてください。あ、もちろんトーマさんは結構です。皆さん見ないお顔ですね。どうしたんですか？お二方の詳細と荷物を持っているかどうかを。そうなんですか？今は万国商会の商人のみがそういった類の貿易業務を許可されています。お二方は商会から許可を得ているのでしょうか？なあ、おいらたちは。すみません、やはりお二方には。これが二人の上陸手続きの書類だ。確認してくれ。おい、あるならもっと早くに出しとけよ。君たちがどう対応するのか少し気になったんだ。悪い。そうでしたか。書類に問題はありません。離島へようこそ。ふぅ、これからどこに行けばいいんだ？音楽観察だ。ここは上陸の可否を調べるだけなんだ。離島に滞在するなら音楽観察で滞在手続きを行う必要がある。なんか聞いただけで厳しそうなとこだな。稲妻では外国から来た人間を外の人と呼ぶほどだからね。この言葉からもわかると思うけど、鎖国令によって封鎖されてる今の状態じゃ外国人が簡単に受け入れられることはないんだ。たとえそれが異邦人居留地のあるこの離島でもね。君の覚悟は気に入ったよ。俺たち気が合うんじゃないかな。じゃあ行こう、音楽観察へ。これらの規則のほとんどは離島をずっと管理してきた勘定奉行によって定められたものなんだ。勘定奉行？やるべきことはまだまだたくさんある。稲妻三奉行の一つで、主に国家の財産を管理したり国に利益をもたらしたりするのを責務としている。あれ、聞いたことなかったかな。すでに上陸手続きは済ませてありますよね。では滞在手続きを行いましょう。そちらのお二人ですか？そうだ。はい、では手続き料の200万モラをお支払いください。200万？手続きだけで200万もするのか？はい、お一人100万ですので計算に間違いはありません。ご安心ください。いや、間違いというかそういう問題じゃなくて、ぐゆーん。お嬢さん、この二人は俺の友達なんだ。ほら、俺って一応ここの顔なじみでもあるし。あら、トーマさんのお連れ様でしたか。ではトーマさんの顔に免じて40。本当に感謝するよ、ゆりかさん。でも俺から見たら手続き料なんて600モラで十分じゃないか。ここは俺が代わりに出すよ。後で君に飯をおごってあげるからさ。どうかな。そんな握りの仕方があるのか。いくらなんでもそれは。わかりました、それで手を打ちましょう。今登録しますね。へへ、毎度。うえぇ、200万が600って、夏魔人の金銭感覚おかしすぎだろう。
そんなに驚くことじゃない。手続き料自体が私的な要望なんだ。音楽観察では手続き料をいくら取ろうとも最後は全て観察官の懐に入る。それが多いか少ないかってだけで、それ以外は重要じゃない。もし不幸にもここに滞在することになった外国の富豪商人が現れれば、そいつからがっぽり稼ぎる。そう、そんな時に現地の友達がいることの重要性、君たちにもわかるよね。ああ、異教の客人が鎖国中の稲妻に訪れているんだ。仕方ないと思うのが普通だろ。外国の商人ができることは仲間同士で助け合うことが関の山。これが離島にある万国商会が発足した由来でもあるんだ。外国人が自分たちで立ち上げた商会か。そうだ、商会は利益のため以外にも組織の取り組みや管理などで稲妻に住む外国人の支援も行っている。商売の道と生存の道、その両方を担っている商会だ。なんか外国人って稲妻で生きていくだけでも大変なんだな。それが君たちの目的か。なるほど、君の立場を考えれば確かにそれは遠い目標だろう。ライデン将軍は唯一無になる高貴な存在、全ての生物が見上げるべき神なんだから。この世の出会いはいつも捉えどころのないものだと言いたかったけど、君たちならもしかすると午後の散歩中にでもライデン将軍とばったり会えるかもね。うい、そんなのありえないだろう。わかった、率直に言おう。君たちをライデン将軍のところまで導く術はある。本当か？離島の顔役にそんな権力があったなんて。持てる全てのコネを使えばなんとかなる。だがその前に、権力というのも高く売り買いされているものだ。言ってる意味がわかるかな。お前もかよ。俺の言う売り買いはモラを払うことなんかじゃない。それどころか対価を払う必要すらないんだ。ただ望むものを手にしたいのなら、人々の問題を解決してもらいたい。全ての人が幸せになる方法を探す、それが俺のモットーなんだ。かっこよく言ってるけど、オイラにはわかる。お前、自分が人に恩を売りたいだけだろ。おっと、なんだか君たちから悪者でも見るような視線を感じるが、ま、それは一旦置いておこう。状況を説明しよう。さっきも言った通り、万国商会の会員はかねてより生き残りの厳しい状況に陥っている。最近はそれがますます加速しているんだ。君たちに何かできないか様子を見てきてほしい。商会の会長はクリスという俺の友達だ。俺はここで君たちからの吉報を待ってるよ。おや、万国商会に助けを求めに来たのですか。もしや音楽観察にモラを。それならよかったです。来て早々財産をすべて失うことにならないよう気をつけてくださいね。最近商会で困ってることはないか。困ってること、至るところに困難がありすぎてもう慣れてしまいました。鎖国令って外国から来た人にとっては大変なんだな。問題の根源は鎖国令ではありません。活動範囲が制限されるとはいえ、それでもそこそこやっていけました。実際に我々外国の商人を搾取しているのは勘定奉行にいる強欲な奴らなんです。おいら覚えてるぞ。三奉行の中で離島を管理してる奉行のことだよな。はい、
高額な税金徴収や不条理な規則、それだけならまだ良かったのですが、一番ひどいのはここ最近新たな税収法令が出されたことです。上納する税金がモラから消化骨髄というものに変わりました。消化骨髄？その法令が出されるまで商会にいるほとんどの商人がそんなものを耳にしたことはありませんでした。最終的にリーユエから来た年配の商人がそれを知っていました。それは彼が若い頃にスネージナヤへと運送したことのある一種の材料でした。皆さん嫌々ながらも各地でその消化骨髄を探して税金として納めたのです。しかしそれはその場しのぎでしかありませんでした。上納する税金の要求が大きくなるにつれ、消化骨髄の値段がますます上がっていったのです。そして最後にはある一人の商人の手にのみ残り、他では買えない代物となりました。そういう状況って独占って言うんだよな。お詳しいんですね。その商人は値段をずっと上げ続けました。我々も法令の圧力からそれを買うしかなく、そのような悪循環が続いた結果、今や税金の値段が我々の利益をも超えようとしています。このままでは勘定奉行と法令について相談しようと試みたのですが、雷鳴とどろくこの国で窮地に立たされた商人の声など誰が聞くというのでしょう。はあ、フォンテーヌよ、我が故郷が懐かしい。そんなひどいことが、そんなんじゃ生きていけないだろう。お前はどう思う？でも会長も試したんだよな。それにオイラたちだって異郷から来てるわけだし。はい、それどころかこの窮地に立たせることこそ彼らの目的かもしれません。それを踏まえた上で考えると問題を解決する鍵は、あの商人ですか。以前は彼とも交流があったのですが、その後は我々との関係も途絶えてしまいました。彼の商品の供給元がどこなのかも分かりません。確かに怪しいな。そいつを探す方法はないか？何か情報を聞き出せないか、オイラたちが探ってきてやるよ。おお、それはありがたい申し出。あなた方は外国から島に上陸したばかり、それに紹介のものでもありません。彼もそこまで警戒はしないでしょう。彼を探すなら居住区の海辺にある木の下へ行ってみてください。そこが普段我々と彼が待ち合わせに使っている場所になっています。わかった、オイラたちに任せろ。どちらを選ぶべきかしら。おや、見ない顔だが新入りか。いえよ、何しに来た。あっち行った。そんなもん教えたら商売にならないだろう。企業秘密だ、わかるか。企業秘密。ひどい態度だな。買うかどうかも決めてないのになぜ値段のことを。ほうほう、さては分かったぞ。お前たちクリスに言われてきたんだろ。あいつらには関係のないことだ。俺の利益を損なわないでほしいね。なんでだよ。言った言った、クリスのやつに伝えておけ。売ってやってるだけ感謝しろってな。俺がいなきゃあいつら税金すら払えないんだから。どうしよう、全く話を聞いてくれない。そうだな、一度あいつに聞いてみるか。
おや、もう帰ってきたのか。問題は解決したのかい？うーん、それがちょっと困ったことに。あ、いいよ。できる限りのことは協力する。来たばかりの慣れない地でいきなり問題を解決しろなんて確かに厳しすぎたね。あいつのことか。それなら調べたことがある。以前は砂浜で貝殻を拾って商売してたかわいそうなやつだったが、なぜか最近急に羽振りが良くなったらしい。万国商会を抜けた後、新たな拠り所となる場所を見つけたのかもしれない。え、あいつも昔は万国商会の一員だったのか。じゃああいつも外国人？彼の髪の色と目の色には気づいたかい？そう、ベルナーはモンド出身で、リーウェと稲妻の間で海運業をしていた。鎖国によって彼は離島での滞在を余儀なくされた異教人なんだよ。そうだったのか。もともと万国商会も彼にひどい扱いなんてしてなかったんだが、後から出された数々の法令により商会自身も立場が危うくなってね。だからあいつは商会を辞めて恩知らずなやつに。それは言い過ぎだよ。この世に根っからの恩知らずはいないし、永遠に冷酷で残忍なやつもいないと俺はそう信じてる。え、もういいのか。どうやら切り込む隙を見つけたようだね。何しに来たんだ。確かに俺は暇だが、お前たちのために時間を費やしたか。あ、何を言って。モンド、モンドのことを言ってるのか。お前の口からモンドのことが聞けるなんて。前に帰ったのはいつのことだったか。それすらも忘れちまった。懐かしいモンド城の雰囲気。故郷に、はあ、帰りたい。自由の都へ。効果があるみたいだぞ。感情を揺さぶろうったってそうはいかないからな。
あ、今度は何だ。いいから目をつぶれって。波の音か。リーユエコー、俺の目の前に波の音が、客引きの声が、リーユエコーの姿が浮かんでくる。上等だ、怪盗祭だ。巨頭が登っていくのが見えるぞ。想像力が豊かすぎると言うべきか、リーユエコーのことが懐かしすぎるのか。はあ、リーユエ、リーユエよ。これはもういい、もう思い出させるな。俺の心はもう。万国商会の人たちか。確かにみんな俺と同じく故郷を離れた者たちだ。俺はいつも夜の海辺に来ては波の音を聞いてる。ふるさとから届いた音だと思いながらな。そんな時いつも商会の奴らがやってくる。でも俺は顔を隠しながら離れるしかなかった。はあ、気晴らしにあいつらと一緒に話がしたいと何度思ったことか。俺だって愚痴をこぼし合いたかった。じゃあどうして。あいつらは心が強い。よりどころのなかった人たちが一致団結して生きていく術を探してるんだ。そんな真似俺にはできない。少しの利益と約束だけで俺は奴らの言いなりになっちまった。ふるさとの顔に泥を塗っちまった。いいだろう、言うよ。もうこんな葛藤はうんざりだ。大丈夫なのか。だが俺はあいつらを裏切ったんだ。臆病な奴だな。間違ったことをやったらちゃんと償うべきだろ。だから早く一体何が起きたのか言ってみろよ。税金徴収を任せられてる足軽慶次郎たちがやったことだ。奴らが商人たちに告げた税率は実際より高いものなんだ。それで余った消化骨髄は奴らが蓄えてる。そして商人たちが入手先に困った時、高値で売るよう俺は指示された。何もしないで儲けようとするなんて卑怯だぞ。俺は奴らの操り人形になっていたが、その見返りは生活をギリギリ維持できるほど些細なものだった。証拠、証拠、そうだな。決定的な証拠がなければ奴は認めないだろう。そういえばいつも俺が報告をした後、ヤツは毎回必ずどこかに行くんだ。いつも怪しいって思っててな。ついさっき慶次郎と会ったばかりだ。今から連れてってやるよ。よし、